よし、戻ってきた。待って、マップ見て。ここにいるな。あー、タイミング難しすぎない？難しすぎない？ダメだな。いや、立ち止まってやっぱなった。でもさ、あの構えが早すぎるとね、あれなんすよあれなんすよ、キャンセルされちゃうの。それが難しくて、あの打とうと思った瞬間にキャンセルみたいな感じなんすよ待てよ、ギャーって泣いたらその場で食べてすぐ話すか。早すぎても溜まってないんだよねあの目視でさ、あの溜まったタイミングが分かんなくて、あのシューンってなってるある程度の大きさまで集約されたら放てるようになるので、ある程度溜めすぎると消えちゃうのよそこがすごい難しいまた話聞かないとローラの話聞かないとね。残り59、いくぜうーし、戻ってきたぜ。もう音ゲーだと思う。ピヤって泣いたら、泣いたら溜めて、もう歩かないで、その場で放つ。待て、マップも見ながら、ちょっとマップ消えないで。ここ、こう、こう、いるな、ここに。いや、ここでもう迎え撃とう。遠のいてって。いや、でも来るな。泣いたら溜めてぶっ放す。どうせここにいる。ん？まだ？離れてってんな。こう斜めとかにもいたりするんだよね。来ない、ちょっと静かにしてるから。行くか。また見えない。ん？待て、ここか。いなくなった。待て。来た。戦う必要もない。避けられるならね。一部屋しかなかったはず。ここか。待てい、これは、これは調べられない。こっち、なんか赤くないなんか赤くない、調べられない。待て、なんか赤くない、やばくない、出るんじゃない？矢印が見える。ひぃ。あ、デビット。
デビットやられて、あれデビットなんか機械っぽい、あアンドロイドみたいな、エイリアンにあったみたいな、あれエイリアンだったよね、なんかエイリアン的な話。え、でもまだ動いてるの？デビット。愛を知るロボットみたいな。大丈夫？その今のパワーで。あ、でもローラは好きだったんだね、ちゃんと。怖い。まだ動く。ローラダメだ、頼むから泣かないでよ。僕が雨降りの日が嫌いだってことは君もよく知ってるはずじゃないか。不思議だよね、僕が機械だなんて驚いたよ。だけどどうしてだろうな、君にさよならを言うのが寂しいよ。雨の日が嫌いで、うっかに目がなくて、短期で時間にルーズな、こんな僕が機械だなんてさ、どうしてなんだろう。なあローラ、君と君と別れたくない。君のこと愛してるんだよローラ。どうしてだ、どうしてなんだろう。あローラ、地球は今晴れているかな。デビット、機械なの知らなかったんだね、自分で。あ、でも体液っていうかは赤いんだね、チミタク。エイリアンは白だったけど、確か。ローラ、なんかデビットのチップみたいのとか持ってけないの？そしたら機械なら復活できそうじゃない？別に機械でもいいでしょ。調べ、あ、調べられる。そこ？でもちゃんと人を愛せる感情があるロボットなんだね。あ、取れた。あ、それがあれば体を変えてみたいな。ダメ？あ、もうないかな。デビット、でもこの中でも襲われちゃうんだね、やっぱ。わかった、デビット、後でどうにかできるかもしれない、このチップがあれば。待って、どこ行くの？これ？あ、でも調べられないぞ。これも調べられない。あ、これがあれかな、エレベーター使える？これは、あ、でもこっちはいけないんだよね。ここに向いちゃうんだ。ダメだね。これはこれだけ。いや、こっから部屋帰るのがな。セーブしたいぐらい。逃げるか。ここね。行けるでしょうか。それで次は6階？あ、常時に。
常時ならなんか解析とかできたりするかな。賢そうだから。オッケー。常時のとこまで帰りたい。そしてセーブして今日はやめるか。ピンとしない方行きたい。ちょっと待った、マップ。どっちからが帰れるかな。音鳴ったら反対回り。ここの。あ、これか。あ、違う。ちょっと、マップ見たら分かんなくなった。ここ突き当たるじゃん。暗いの怖い。ここ突き当たるじゃんの、まっすぐじゃんの左曲がりじゃん。まっすぐじゃんの、やばい。左曲がりじゃん。やばいやばいやばい。出会った。出会ったな。またマップ考えろ。いやでもそこ左に曲がるしかないな。このまま。待って、ここ行けないじゃん。え、ちょっと待って、これどこだ。分かんなくなったぞ。自分がどこにいるのか分かんなくなる。これ暗くなるから分かんなくなっちゃうんだよ。どっから来ましたっけ。じゃん。ここのなんかどっか左曲がれるの。ここ。いやもうここに絶対いるな。見えない見えない。見えない見えない見えない。迷った。来ちゃうな。やばいやばい。どういうこと？しょうがない。ここで。こっち角度。もうやり直し。セーブしとくべきか、やっぱデビットのとこで。だるい。死ぬほどだるい。あのまたジョージの部屋からのエレベーター降りて、こいつを一回避けて、あのデビットのイベント見てまたここだからね。だるい。だるすぎる。ちょっと待って、マップが、あの点滅さしてる間にさ見失っちゃうんだよね。どっちから来たか。マップ見てるんだけど、待って、まっすぐ突き抜けて突き当たりを右じゃん。で左手側に曲がって、あ、曲がってすぐ右だったのかな。マップがな。せめてマップ出してくんないかな、右下あたりに。だるい。ここ見るのもだるい。このロードの画面の話何回も聞くのだるい。59しかない。もうやめたい。もうやめたい。デビットのところはちょっと感動したけど、それ以外にはストレスを感じている今。ただならぬストレスを感じている。セーブも禁止だし。ボイスコードナンバー 01B ローラ・ルイス。ロニーの部屋のコンピューター。あ、それ聞いたね。カットだよ。よし、57。行くぜ。行くぜ。もうここクリアしたら今日やめようかな。ただならぬストレスを感じてるから今日やめようかな。あとお腹も減ってきたんで集中力もないから。
あいつどうするかな。ぶっ倒して終わりたい。このストレスを解消するためにぶっ倒していきたいか。でも倒さなくても良さそうなんだけど。でも何、必ず通らなきゃいけない道に今はいたんだよね。そこしかもう帰れるルートがなかったんだけど、で追い込まれちゃって追い詰められちゃって、こっちが、でこっちが狩る側の気持ちでいこう。気持ちで負けたらダメだから、あんなもじゃもじゃぶっ放していこうぜ。よし、降りるぞ。何回ここ見ればいいのか分かんないけど、デビットのとこで一回セーブしちゃおうかな。ロードするぐらいなら一回セーブしちゃおうかな。うーし、出たぞ。こっちから行ってみよう。これちょっと遠回りなんだけど、走れ。なってる、やっぱいる。いるぞ。じゃあこっちからにしよう。暗くなるのやめてほしい、見えなくなるから。見えない。これの突き当たるじゃん、で左の左、ここの この、これ、うーし。うーし、出た。タスカリング。どうしよう、他のフロアにも山盛りでいたら。フラグが立って。何階だったっけ？あ、常人とこ行こう。じゃあ。セーブしたい、セーブしたい、セーブしたい。デビットのとこもう一回見たからね。セーブしたい。5階。よし、ジョージの部屋までやってきた。あ、いない。なんだと？どっか行ったな。あ、待って、あれ、銃を結局使ってないから充電はいっか。撃たなかった。そうだね、これを調べて。触るなって言われる。あれはジョージの研究室だったのかな、パソコンで。あ、特に使えない。あー、ちょっと待った、なんか入れろって、アイテム。指が毎回。あ、これデビットの。あ、結構ちっちゃい。デビットバーナード、デビットの記録。うんうん、008A。うんうん、数字とか意味ある。あ、デビット・バーナード、製造番号デビット 008A、 生物兵器であるエネミーの捕獲、船員の行動の記録、非常時の、あ、パイロット、目的ね。あ、そのために作られましたよっていう。ん？ん？え、なんか来てる。いやー口に、いや口に、何系モンスター、やばい、セーブしてないの。あ、あ、ジョージ。何を見たんだ、デビットのことだけか。あ、なんか僕は何も知らないよ、僕はただ知ってる。第一、失礼じゃないか、人のものを勝手に見るなんて。君にそんなことを説明する義務はない。
なんだ、エロフォルダーでも見られたと思ったか。そこは見ないでおくよ。高場も見られたらやだからね。待って、あ、もう消されちゃった。あ、なくなってるね。OK、 セーブするか。またあっちのデビットの部屋も行こう。ちょっと待って、ジョージがまだ生きてんな。あれ、もうあと生きてんのジョージだけ。あ、なんだ、ん、ん、なんかなかった。あ、これあれ、あれ、今なんかなかった、拾った、なんか足元にあったよね。あ、でも上向けないんだ。あ、上っていうか下、あ、行っちゃった、気のせい。なんか赤いのなかった。あ、これか。三角だったわ。気のせいでした。OK、 こっちはデビットのお部屋。調べられる？よし、特になかった。ちょっと待って、もう一回ジョージの部屋も見ていこう。でなかったら、あとは6階でだね。どうする、セーブだな。6階は敵でそうだったもんね。ジョージの部屋も特にない。あれ、なんかやっぱ下見るよね。あ、これこれ、あ、 A ボタンで拾えた。あ、そうそう、それだったんです。三角かなって思ったんだけど、あぶね。これ今見に来なかったら拾えなかったわ。永久にさまよったかも。あ、それないと開かない感じ。それでだ。あと行ってないとこ。あ、これ何、あ、ちょっとアイテムが見れないわ。今拾ったやつ、鍵。あ、でも1階はカードっぽかったんだよな、刺すとこが。あとどっかに鍵、ちょっと待った。うし、今ここ6階なんだけど、ちょっと待って。指が、あ、これだな。これをどっかで6階行く前にセーブしよう。ここまで長かったから1回セーブしよう。足りるかな、これ。あとどれくらいで終わるんだろう。ただディスクの容量的に、なんかこのムービーとか結構容量食いそうだから、次のやつ行けて50残ってればいいかな。はい。まあどうせ死んじゃうからな。死んでやり直し3回とかだったらセーブしといた方が。はい、全然分けてないけど OK。 53、さあ半分になってきました。99もあったのに。で、ちょっと待って、地下の、地下じゃない、6階のマップ、どうなってる？6階のマップ見まして行ってみよう。はい、怖っ。ん？あ、こういう系？なんかドア越えては追ってこないのかな。
あのさ、こうやって引っかかっちゃうんだよね。ちゃんと自分が真ん中いないと。ここでまっすぐ迷いそう。ピンって言わないで、お願い、ピンって言わないで。突き当たってで、こっち迷う、すごい迷う。いるじゃねえか、1個2個。2個目をこう、ちょっと待って、横にいるな、こっちで、こうこう、よし。ここはなんか扉あるから負けそう。扉を越えないんだったらね、敵が普通に開けてきたらどうしよう。あ、でも重さとかありそうだからな。よし、来た。ここは戻る。こっち、わーお、オス系だな。なんだこれこれなんだ、葉っぱみたいな、なんか緑色のやつ。これもなんかあるな。これもなんか位置に法則性がありそう。あーで、番号だ。わかんないな。どっかで、あれかな、調べてこなきゃいけなかったかい？ここにあるかな。あーもう戻るだけだ。あーじゃああれだな、まだここ来るの早かったわ。どっかで、あのさっき拾った鍵を使うということだね。あー真後ろ向くだけだね。早かった、ここに来るべきではなかった。ロードしたい。あ、でもロードできないロードはできない。なぜならポイント使うからね。待て待て、帰ろう、恐怖の中帰ろう。あーどうしよう、どこ行く。あと、ああのロニーのお部屋行くか。ロニーはなんか知ってそうだから。待てよ、出るじゃん、出るじゃん。突き当たり左ね。はい、突き当たった、左で、で突き当たりやめてやめてやめて、上向かないで、空を仰がないで。でこっちで突き当たる。ここ一匹しかいないか。ここで無視しよう、突き当たります。こうのこれ、そしてこうのこう、こうのこう、よし。ロニーのとこ行こう。じゃあカッティングで。これ毎回やんなきゃいけないの？あ、もうなってる。やりたかった、やりたかった、やりたかった、エンターを押したかった。はい、指出して、おいさすがにそれは覚えといてくれるんだ。そうですよね。ロニー元気？あ、あの端末が、またあの使えなかったやつがあれ、使えるかい？ここだけ調べられるからね。ここに
指じゃなくてこれ。よし。